皆さんこんにちは、ひなです。いやはや、まさかのアンケート機能終了のお知らせが告げられましたね。それに伴ってこのパートより、右上に表示してきたアンケートは実施しない方向で進めますね。とりあえず、前回のアンケートの結果はまだ確認できたので集計しておきます。使用レイアウト、プランの使う順番はランダムになりました。なので今後はこちらでその日の気分で使いたいレイアウトを選択することにしますね。次にゲスト。こちらは半数近くを河川が占めました。ってことだから、河川で適定。皆さんどうもこんにちは、河川よ。さ、今回はどんなレイアウトなのかしら？今回は6番目のレイアウトプランを使うよ。立体交差があって、駅が2つあるレイアウトとなっているよ。進行方向の向きが違っていても、どっちかの駅には入線できる仕組みなのね。これをどうリメイクするのかしら？その前にもう一つ、前面展望希望車両のアンケート結果は電気機関車と貨車の編成を希望される方が半分以上を占めたよ。あら、私としたことが。少し先走っちゃったわね。じゃあ、今回のレイアウトの作業工程を説明していくよ。今回は全部で6つ。左側の駅01のホーム、あれ終端部が端折られているから終端部分のホームをつける。そして駅02を撤去。端折られているってあんたねー。駅02の場所には、3線分の誘致線を設けるよ。河川中はトリックスのものからアイマジックの単線河川中に変更。河川張りも実施するよ。さらに、レイアウトの下に敷いているレイアウトボードを削除。代わりに山を造成するよ。あとは駅01に、生態保存用の SL を配置するよ。前面展望希望車両のアンケートに合わせて編成を組み立て、誘致線側にも貨車だけの編成を1編成配置して今回の作業は終わりだよ。今回は機関車と貨車にこだわっているわね。いや、アンケートの結果でこうなったようなものだけどね。それじゃあ、始めようじゃないの。さあ、レイアウト起動。駅01のホームに終端部分を取り付ける。駅02は削除。そこに誘致線を作るのね。その通り、3線分の誘致線を配置するよ。でもこれだけじゃ面白くないから、車庫や信号所、詰め所を配置してみるよ。次に河川柱を全部撤去して、アイマジックタイプの河川柱を設置していくよ。新幹線タイプを選んだのね。レールのつなぎ目とつなぎ目の間や、駅構内、誘致線内にも河川柱を取り付けたら、河川張りをするよ。レイアウトの規模が小さいから、結構早く終わったんじゃない？そうだね。大きいレイアウトだと河川張りは大変だけど、それに比べるとだいぶ楽だよ。次に、レイアウトボードを撤去。で、山を造成しているんだけど、なぜか表示されていないね。右側の丸いやつで山を造成しているってことよね。あ、うん。次に、駅01のすぐそばに、車両を配置するためのレールを配置。生体保存車両には C57 を使うよ。選択できないようにダミー編成にするのね。さらに前面展望用の編成を蘇生。今回は EH10 を選択。貨車だけの編成も用意して、今回の作業は完了だよ。じゃ、ビュアーで見てみようじゃないの。ビュアーの世界へようこそ。霧でちょっと見にくいかもしれないけれど、変更前の駅01は、終端部がなかったから。さ、確かにこれは、作者さんの手抜きじゃないと信じたいわ。うん。さて、こんな感じだったのが今回のリメイクによって、こうなったよ。そんなに変わってなくない？本線の線形は変わっていないからね。さて、駅01に、終端部ホーム取り付けを実施して見栄えを向上。駅02は3分岐を使用した誘致線に変更。これ誘致線じゃなくて車両基地じゃない？さ、確かにそうかも。生体保存用の C57 型蒸気機関車を配置。山口号のヘッドマークを取り付けたのね。それじゃあ前面展望を楽しもうか。それと同時に、コメント返信もするのかしら？そうしちゃおうそうしちゃおう。青色の201系だよね。あれも良かったよね。私は最新の12000系が好きね。ひなはどうかしら？私は新6000系かな。羽沢横浜国大駅がもっと賑やかになるね。どっちもどっちね。トニックスは分岐の種類が多くて複雑なレイアウトを作りやすいよね。今回のコメント返信はここまでね。たくさんのコメント、ありがとうございました。あ、セリフ取られた。もう一周してみようか。それにしてもすごく茶色い車体ねー。山には樹木でも置くべきだったかな。誘致線に入線して終わりにしようか。ようやく本線から分岐ね。右側には貨車だけの編成が止まっているわね。それではこの動画はここまで。次回もよろしくお願いします。ご乗車お疲れ様でした。